給食だったら今の流通しているものの放射性物質のその内部留学のリスクよりも圧倒的に食中毒のことを気をつけてほしい。小さいお子さんを持っているお母さんはそうじゃないですか。あるいは市のお金があれば通学路で大きな車がビンビン通るところをひょっとしたら引っ掛けられそうになりながら知っている。すいません、静かにお聞きください。貴重な時間ですので、すいませんが、連戦意見を聞きたい人にだけお話しすることにするから押し付けませんから。まあ、先ほどから両先生方が言われているようにですね、その自然にもいろいろと放射線があってリスクがある、帰る途中に事故にあってリスクがある、そういうリスクの中にそのいらんですね、新しく人工的なその放射能のリスクというのを加えさせられると、そっちのことが一番気になるわけですよ。むしろ非常に迷惑である。で、これは科学の倫理の問題と人権ということになるのかもしれないですけれども、私はそれが嫌だと。例えばですね、うんこの匂いと、それからタバコの匂いと、ね、あって、それで私はうんこの匂いはいいけれどタバコの匂いは嫌なんです。短め、ごめんなさい、先生。で、それで、とにかくそれですね、人権を無視をしても科学のメリットを生かされてもいいのか、科学のメリットのために人権は無視されてもいいのかということをお二人に伺いたいです。私が伝えたかったことは、この場でこの後どうしたらいいのかっていうことで、汚されてしまってけしからんと腹が立つっていうのは当たり前ですよね。完全に元通りにしてほしいと思う気持ちは当たり前です。自分だけそう思います。でもそれは無理な場合にじゃあどうするのかっていう時に、一番自分と子供にとってベストな方法を探す。で、どれがベストなのか比べても分かりにくいところを測るための知恵が科学なんだろうと、そういうことになると思います。今の話だけ。小出さんはいかがでしょうか。私のところにお答えすることないと思いますが、科学は万能ではないし、科学が間違うこともあるし、原子力というものをやってきたことも私は間違いだったと思っています。それによって被曝というリスクが新たに加えられてしまって、被曝というのはメリットは何にもないくて、害悪だけがあるという、そういうものです。ですから今回の汚染というものは全く正当化できないという、そういうものが生じているわけで、今後じゃあそういう正当化できないような行為をどうすれば防ぐことができるかということを考えてほしいと、科学もそれにきちんと考えて答えを出すべきだと思います。